皆さん、こんにちは、大イジュです。コーチングでもカウンセリングでも、なんかこう、一直線に上手になっていくことって、なかなか少なくて、ね。なんかこう、うまくいくときもあれば、なんかね、プラトーとか言うけど、こう、まあなんか高原に出ちゃったみたいに、ずっと、えー、成長しない時期とかね、場合によってはもうなんか昔できてたことができなくなってるようにね、こう感じる時期なんかもあって、で、そういう時に、えー、まあでも諦めたくないからって頑張って、頑張って、で、 苦労して考えて、考えでようやく安定してであそっかこれでよかったのかと思った時にねあのでもこれってそっかあの時先生が言ってたことじゃんとかってこう思うみたいなね <laughs> 何やってたんだろうってなるんだけどすすごく大切なプロセスだと思うんですよねそしてなんかその先生が言ってた基本的なことに戻ったというよりかは多分再発見をしてる。 その先生が教えてくれたことと同じことをその自分の苦労の中からもう一回発見してるんですよね。で世の中に新しいことってほとんどなくてで僕もねなんかいろんなことであいい発明したとか発見したとかって思うんだけどあの <laughs> 調べてみたらちゃんとその先にねそういうこと言ってる人いるみたいなことがやっぱほとんどで,でだから僕も。 あの自分でなんか生み出したものってそんなにいっぱいはないで、うん、ほとんどはね自分でなんかやった発見したぜと思っても誰かがやったことのね二番センチだったりするでまあそういうもんだと思うんですよねでもやっぱりなんかえー 自分の言葉で説明できる人ってそういうプロセスをたどってると思うんだよね。その先生から聞いたことを右から左に流してるんじゃなくて自分でいろんなことを試してみてであそっかやっぱりこういうことなんだよく分かりましたってなった人っていうのはあーのーやっぱり自分の言葉でいろんな形でいろんな角度から説明ができる。でだからやっぱり応用も効くしね。あーのー その簡単な原理とか考え方一つでいろんなことができるんだと思うんだよね。だからあのー、今苦労してる方はぜひぜひあの諦めずに続けて、そして、えー、なんかその結果としてねすごく当たり前のあのー。 昔に習ったようなとかを昔から言われてるような結論にたどり着くかもしれないけどそれはね自分が再発見したんだってこう自信を持って言えたらいいんじゃないかなでそういうプロセスの中ででもちょっとだけねなんか自分なりのオリジナリティとかも出てくると思うしで応用はいろいろしやすくなってくると思うあー <laughs> ねえなんか最近結構苦労してるっていう人とね話す機会があって うん、みんな頑張ってるなと思いながらでもね僕もそうだし先輩たちもみんなそうやって頑張ってきてるのでまあそういうもんだと思ってコツコツやりましょうというお話でしたそれじゃあまたバイバイ。